こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は上野のグリーンクラブの中にの常設展に来ています。今日は案内していただくので、はい、埼玉県の防災大野です。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今がこのイベントやってるんですよね。はい。20% オフ。そうです。常設最大の催しですね。最大の催しなんです。年に2回いつもやるんですよね。うん、夏の8月頃と12月の終わり頃に 20% 引きをやらせていただきます、はい、で今までは3日間とか、うんうん、割と短期間だったんですけど、はい、今年はコロナのせいでお客様が密にならないように、なるほど、長いスパンを取っております。今回9日間で、はい、ってことですね、はい、8月の26日の木曜日までやってますので、はい、9時から4時半9時から4時半、はい、うん、お休みはございません。はい、ありがとうございます。常設店でどんな木が売ってるかっていうのを一緒に回って説明していただこうと思います。はいはい、このサイズはね、いつもいっぱいあるわけではないんですが、ほうほうほう、大きいものが欲しいというお客様が最近結構あ、そうなんですね、いらっしゃるんですよ。前はあんまりこのサイズは置いてなかったんですけれどもね、うんうん、大きいのでこれどうやって持って帰るのかなと思いますが、はい、ここの会場は駐車場付きで、はいはい、駐車場無料でございますので、なるほど、皆さん車で取りにいらっしゃいます。あ、はい、あとはタクシーの方はタクシー乗り場まで台車で、はい、お送りしたりしてます。で、発送ができないんですよ。あ、なるほど。なぜかというと個々のお店独立してまして、うん、番号書いてあります、うんうん、この番号の持ち主さんが発送するのであればいいのですが、うん、人によって全部意見が違うので、なるほど、全ての植物発送はしておりませんので、うん、その気をつけた方がいいですね。棚ごとにいろんな方が出品されているという、今、15軒の盆栽屋さんが各自、うん、自宅で育てた盆栽を随時搬入してます。なるほど。東京で一番古いと言われる盆栽屋さん の棚ですね。世田谷の方に本店があります。なるほど。おじい様が盆栽園をおやりになって明治時代でしょうかね、はいはい、で今はお孫さんがついてる。もみじは多いですね。たまたまでしょ。たまたま。たまたま。こっちもそうです。あ、こっちも。あ、本当だ、はい、ほら季節によってどんどん中身変わりますから、まあ、昔東京には盆栽屋さんがいっぱいあったんですけれども、はいはい、やはり地下の交渉で場所を取る、うんうん、水道代がバカ高い、そうですね、ということで結構地方の方に皆さん引っ越して、うんうん、中で唯一生き残っている。ここがね、伊豆の栽屋さん、盆栽と山野草を主にやってます。山野草の方が面白いのが多いですよね、ここだとね、こういう風にとかね、これなんかなかなか迫力がありますよね。フーランもちゃんと岩についてますでしょ。あ、岩に、岩っていうか木です、木、流木ですよね。あとは、ここです。ちょっといっぱい大きすぎてるんで見にくいかもしれない、うんうん、うちのメインはやっぱり豆盆栽ですから、はい、こういう、ね、感じ。いやこのサイズ、大野さんはもっとちっちゃいのもあります。ミニというよりも豆ですね。豆盆栽が、ま、豆です。うちはもともと豆盆栽のお店なので、うん、こういうふうにね、これ札が大きいんで映りにくいですけどね、こんな感じでね、これ、うん、種まいて3年生ひたすら小さく、これ毛糸の種まいて2ヶ月目。2ヶ月でこんなになる。毛糸はね、2ヶ月経つと花が咲くっていう法則があるんですよ。へー、面白い。だから時期をずらして巻きます。2週間に1回ぐらい巻く。あ、ちょっと最初に巻いたやつはもうとっくに花が終わる。なるほど、なるほど。ただ一年草なんで来年は咲かないんです、うん、機会があった時にやっぱり飾るのにはちょうどいいかな。まあ、うちは小さいのだっていうことで、特に例えばこういう苗木を、これは上をカットしただけなんですけど、それを植え替えてさらに小さくしたやつが、これがこうなるんですよね。まあ多分こっちの方が元が太いから、こっちの方が、うん、これよりは大きくなると思うんですけど、でこっからさらに刈り込んで鉢をこのぐらいの鉢に移します、はいはいはい、そうするとこういうのが
このサイズで揃うんです。途中経過あのやりたい人はね途中経過が好きなんです。そうですよね、自分で植え替えたいでしょ。だから自分で作りたい。全部出来上がったものじゃなくて素材を売ってますね、うんうんうん、結構ね出来上がったのはもう展示会用です、うん、ですけど挿し木ですね。これ今日の糸っていうもみじの挿し木、はい、ただ売れちゃってないんですよ昨日がね初日だったんで。そうですね、これなんか意外と珍しい木だと思います。つくもけやき、つくもにれけやき、にれけやき、もう葉が小さいとか、ちっちゃい、ちっちゃいですね。つくもにれけやき、これは挿し木ですけど、うん、この辺からカットして、うんうん、この辺拭きますから全部切るとバーッと、でこのくらいの鉢、もっと浅い鉢にね、はいはいはい、入れて、面白い。これ2本じゃなくてくっついてますから折り上げたらいいと折り上げたらいいでしょ。あとはねこれみんな500円ぐらいですもんね。そうですね、いいこれ山もみじの種まいて、2年半紅葉もするし、これをこのくらいの鉢に移せばすぐ豆も、曲げたんじゃなくて自然の曲がりですね。これはあの網伏せ、はいはいはい、ここ環境が暑いので、うん、今の時期は枯れないサイズのも多いと思います。なるほど、自宅の方はこのサイズ。へここはね珍しいよ、柿ばっかりやってる盆栽屋さん。ほら柿、変わった柿ですよ。ほら牢屋柿、牢屋柿、この柄なんか柄がねそうでしょ、富士の白雪っていうあの種類らしいですけど、綺麗、そう面白いの、うん、あこういう種類の種類です、種類で、これも柿です。唐辛子みたいだけど、ね、これもあの赤くなるんですよ。赤く、あ、そっか、赤く、うん、ほんと唐辛子みたいそう、あとまん丸でしょ。で、うん、あの辺も柿が多いですね。へえ、うん、あと彼の一番あれなのはバラですか、野バラ、うん、ちょっと変わったやつばっかり、名前つけて、自分で名前つけて作ってるんだ、組み合わせて、はい、自分で全部作ってます。面白いですよ、うん、もうね、70過ぎてますけど、80近いですけどね、もう本当好きでやってるね、山野草コーナーもあるんですよね、うんうん、こういう山野草コーナー、これはフーラン、はいはいはい、でこれは最新っていう、結構すごいですね、はい、すごいんですほら13,200円もします。なんでですか、あのね、なんですか、腑の入り方と多分花が違うんだと思います。あ、これとこれの違いとか、こういう柄とか、これ葉っぱの柄で値段変わるんですよ。でもね、マニアックなお店なんです。マニアックですね。そうなんです。だからフーランも値段1万いくらとかあるでしょ、うん、綺麗な花が、うん、花はあんま変わんないんだけども、私にはわかんないここに来れば15番さんですね、番号で呼んでるんですけど、はいはい、15番さんは専門の人なんで、会えれば、そうですね、ぜひ聞きたい。15番さんはこの辺もそうですね。へー、駒場バラ園さんって言って、あの世田谷の駒場です、はいはいはい、そちらの方でやってます。へー、ここは生産者ですね、全て自分で作っていて、へー、私たちに売ってくれる。なるほど、わすごいですよ、若いのにね、すごい技術を持ってどんどん増やってます。こんなんいいっすね、かわいい。そうこれだってね、刺して何年生だろう、これ2年かな、この感じだと。そうやって分かるの、わかります。猫の張り具合で。こういうところをね、ピッと切って刺していくんですよ。はいはい、だから大量に、これがだったら1000とか、2000とか作れると。一人で。管理が大変ですね、これ。すごいです。彼のうちは、お庭の中を自動車で移動します。ナンバーついてないトラックで。そういうお店。面白い。今ないのはね、昨日大量に入れちゃったんです。あ、この箱ごと。箱ごと。これごと持って行っちゃったんだ。中国の輸出業者の人とかが全部って言って買っちゃう。全部って買っちゃう。ちゃんと自分の棚は自分で。はい、すいません。少し答え。はい、すいません。ミニ盆栽をメインにやってまして、はい、であとは教室の教材で使ったものとか、そういうものをあの
初めての方向けに一緒にできるようなものを置いております。素材系が多いってことですかね、はい、じゃあ素材とあと鉢ですね。あ、鉢も盆栽の鉢を、こうあの型鉢で安めのものとかって今、うんうん、売ってそうで売ってないんですよ ね、 そうなんですよね。ホームセンターとかでもおすすめみたいな、おすすめ今の時期だと姫王桃がおすすめですかね。ちょっと鉢汚いですけど姫王桃、はい、あ、汚くてすいません。アセロラの仲間、アセロラ、はい、台湾姫王桃って言ったりしてますけど、今まだ花一旦切っちゃいましたけど、うん、ここからまた伸びてピンク色の花が可愛いの咲きます。で赤い実が秋ごろつきますので、あ、実も花も、はい、で暖かいところが好きなので今の時期よく伸びてがいいですね。逆に寒さに弱いので冬場は保護します。なるほど。ちなみにあの盆栽教室やられてるじゃないですか、はい、ここで、はい、それはどんなことをやるのかって。あ、本的には持ち込みの盆栽教室をやってまして、うんうん、お持ちの盆栽で困った時に一緒にお手入れするというスタイルです。あ、なるほど。自分の家のものの作業が分かんない時とかに予約して、そう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 、でそこで一緒に勉強できるっていうか、はい、そうです。枝が伸びたのを切ったり、うん、針金もかけるし、なるほど、あと植え替えとかですね。ああ、いいですね。で道具類はこちらで用意してますので、はいはい、盆栽だけ持ってきてもらえればいいですし、なるほど、あと鉢で困ったらここの売店で買って、そうですよね、植え替えれますんで、手ぶらで来てもここで買ってできる、やることもできますもんね。はい、それも大丈夫です。なるほど。ぜひここのものを買って。はい教室に行くっていう黄金のルートで行ってもらえれば、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。ここ本店は大宮なんですよ、はいはい、で某有名な盆栽屋さんで修行をして独立した方で、うんうんうん、まあ、40代なんですけど、はいはい、あのお家の方はもうこう大きいやつ、うんうん、バンバンバーンって置いてありますけどね、ここはそんなに大きいのがボコボコ売れるもんでもないのでということで、ちょっと小さいのを作って、でいいです。今度はグリーンクラブで9月から、教室を始めます。チエさんがやるみたいな。はい、64番の木村さんという。木村さん。大宮の方なんですよね。大宮です。確かに面白そうな気が。上手です。とても。盆栽美術館の中でも先生やってますから、ね。なるほど。それぞれの盆栽屋さんが持ってる鉢を売りに出してるんですけども。はいはいはい。普通の園芸屋さんでは絶対お目にかかれない、まあ、そうですよね。そういうものが取り揃えてありますので、誰々の作家さんの名前を言ってもらえばまず1個ぐらいはあると思う。有名どころ の、 あの作家ものが取り揃っております。でまた格安です。はい、ここも 2割引きなんですか。そうです、ここも2割引きですよ、そうなんです。はいはい、なかなかね、本当にね、ないようなのがね、うんうんうん、この人のがあるのみたいなのがあるんです、ね、なんか、いくつか紹介してもらえませんか、この人は。これはあの中村ゼコさんっていう、あの商品盆栽の東京で、はいはい、始めた有名なあの俳優さんの鉢、ゼコ鉢、この絵が特徴ですね。カニの絵とか描くんですよ。まあ、多すぎて、なんつっていいかわからないので、ね、この辺は、あの竜の彫刻した谷蘭山さんっていう作家さんですよね、はい、それからこれが綺麗ですね、有機小石さんっていう、うん、茨城の有機で作ってます。絵はもう全部手書きで、うん、綺麗だな。2代目です。初代はキキキリンさんのお姉さん、はいはい、そうなんですか。はい、で今初代のものは貴重品なんでここには置いてないかもしれない。そうなんだ。こちらは作家さんが統一されてるところ、英明さんって言うんですけどね。英明知ってます？英明って、あの英語の英に明るいって書くんですけど、はい、英明さんの鉢のコーナーです。ここはね、そうですね、まあ、みんなそうなんです。この辺がそうで、この辺が陽山さん、陽山っていう人の鉢、はい、今ね面白いな、この女の若い女の人が作ってるんですけど、手作りなんで菊とか梅とか、はいはい、竹とか変わってますね。絵をこれは彫って、あの書き落としかな、書き落としかもしれないね。こういう新進作家の作品もあります。これ三里鉢っていうんですけど、三里さん若干価値が上がるかもしれない三里鉢、ね、女の人だとこの竜なんかが
女の人、まゆちゃん、まゆちゃん、まゆばちって呼んでるんですけどね意外と女の人いなくて、うん、ちょっとちょっとこれうちのね、大野、うん、大野秋夫、先代だ、先代、先代の作り、うん、堀、もう亡くなっちゃったけどね。今日は石か、石もあるよね。石、これ気になってたんですよ、すごいですね、掘ってある。あ、そうですよ、これメノウの原石です。メノウ、うん、メノウってここの部分がね、メノウなんですよね。で、そこを掘ってある。メノウと水晶は同じですね。メノウが古くなると水晶になるんですよ。はあはあ、で、そ、彼女、女の方なんですけど、はい、石専門にやってて、石専門、水石でこう盆栽に飾る石と、うん、それからこっちの宝石の原石もやってます。すごい、石屋さん、石屋さん面白いのいっぱいありますね。いろいろ説明していただいてありがとうございます。で、26日までですね。そうです、木曜日。ちなみにその次のイベントはいつ頃なんですか？一応今予定していますのは9月の25日、金土日に、外部から山野草の大きなあの業者さんを呼んで、お元の業者さんも呼んで、ちょっとしたあのイベント。あ、そうなんですか。はい、盆栽と山野草お元合同の秋の大収穫祭っていう名前の第3回ですね。今年はコロナなんで、ちょっと縮小はしてますけれども、一応あの入り口に体温測るものと、あと消毒液大量に用意してありますので、はい、皆さんお越しください。はい、大体月1からあの何かしら行事をやっております。なるほど、はい、ぜひね、動画見たことをきっかけに皆さんとお話できたらいいなと。そうですよね。で、分からないことがあればどんどん聞いてもらって。そうですね、教えられる人がいっぱいおりますので、ぜひお越しください。はい、わかりました。ではありがとうございます。ありがとうございました。